こんにちは、動画スタッフの小川です。そして宮本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしよければチャンネル登録、高評価、通知オン、見て面白かったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、タイガー桜井さんとババサノさんはお休みです。お休みです。はい、本日は、私のボックスを見せます。イエーイ、小川さんボックス、ありがとうございます。はい、この通り、ターザンさんはもともと休み、はい、桜井さんは急遽来れず、はい、苦肉の策で撮っております。はい、苦肉じゃないっす。苦肉だよね。ええー、苦肉じゃないっす。なんか小川さんのボックス気になってたんで、うん、1年ぐらいは撮ってなかったっぽいんで。はいはい、なるほどなるほど。多分ね、多分、はい、おそらく、ちょっと久しぶりにやっていこうかなと。あと、はい、3日間、月か水と、出続けて申し訳ございません。あ、そうか、連続で上がるの。そうなんですよ。はいはい、そうそうですね。まあでもたまにはいいじゃないですか。まあね、うん、なんか1年に1回ぐらい宮坊さんと2人なんだよ。そうっす ね1回はありますね。なんかやっぱり宮坊さんは解禁気味でいてくださるから。いや、もうもちろん、そう、年に1回はあります。いや、助けた、助け合っていかないとね、いけないんでね。嬉しい、はい、ありがとうございます。仲良しとしてやっていきましょう。いや、この回嬉しいですよ、実はね、なんか楽しいですよね。そう、なんか特別感ある。うん、俺、桜井さんと2人は下手したらないかもな。あ、馬場さんはあるだろうけど、うん、まあ、俺大体いるんでね。そうなんだ、宮本さんは2人にさせないんだと思う。うん、ありがたい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ見ていきますか。とのことでね、はい、赤属性から、非属性から、赤属性になんかポケモンの赤みたいな、ちょっと違うよそれは。なんか色でいっちゃうんですよね。非属性から、まあ、まあ赤でも、まあ、はい、分かるけどね。いきたいと思います。はい、こんな感じです。あ、ルビー、あの、進化させた方がいいですよ。ルビーって誰だっけ。あの、右上の子です、一番。あ、この人。あー、そうっすね、ルビーさんがまだいじってないという。ロバーでね。あー、ロバーさん、はい、遅延役としてめちゃくちゃいる。うん、使ってあげてください。こっちか、間違えた。これの、あ、そう、結構強いんでね、はい、この子。はい、これで私が冷絶してないのがまずまずバレると。まあ、マサムネがね。あれ何体でしたっけ、マスムネ。あ、それ見てみて。1体か。もう先んじて言っちゃうと、だからルビー何もしないのはもう冷絶をやっていないという証拠以外の何者でもないという状況になっておりました。ありがとうございます。まあでも、あの、はい、10月までの期間でね、あれなんで、そう、金確定なんで、なんす、勝利、連続勝利のやつでね。あと、これ、これもあるんですよ。あ、そっか、これも達成しなきゃ。そう、冷絶だけど、うん、6個もらえるから、オーブは。でもルビーでマサムネ1体いるんだったら、まああとはなんか穴埋め連れて、フレンドマサムネで、いやー、いいんじゃないですか。ついにやるか。ついにやりましょう。うん、まあ、時間が合えばですけど。うん、なんか難しいのね。しかも結構小川さん忙しそうな時間に来てるんですよね。うん、7時あたりとかって、うん、なんだろう、ゲーム落ち着いてしてる時間じゃなくないですか。うん、もしかしたらね。そう、もうちょっと冷絶の時間も考えてほしいんだけど、うん、まあ、タイムシフトでやるしかないですね。はい、うん、あとこのマナもね、庭園まだがっつりやってないっていうのがバレますね。どこまで行ったんですか。ね、庭園見ます。庭園が、あの、私今月から、あ、でも90まで、うん、ちょうど90。ああ、いいっすね、いいっすね。はい、今月からやりまして、まあ試練は全部終わってるんです。毎月やってたんですが、はいはいはい、はい、今回この5までやりました。おー、うん、これ増やしてる。ただこれ、まあ公開する頃にはちょうど終わってんだな、テーマ。もう今回は5で終えます。つらい。まあでも90までやればね、うん、一旦コネ処理できるんでね。この6、俺ね、6今んとこ1から5までやって、うんうん、現状ですが6が一番苦手です。ああ、貫通のところね。俺なんか嫌いで、これ木くんのところ、ね、うん、村雨ね、うんうん、村雨倒しが
極度に苦手みたいで、あの内部弱点のやつか。うん、そう、それなんかの動画でも言ったんですけど、外部での時点で嫌です。あれ外部内部あるじゃないですか。ありますね。外部の時点で嫌です。うん、なんか苦手っすね。うん、なんかあれかもしれない、コンテナがちょっと苦手意識があるかもしれないですね。うん、ありますね。プラスでなんか減速もしなきゃいけないし、そう、嫌なやつの組み合わせだから、それがどっちも苦手だと苦戦しそうっすね。そう、減速、コンテナかつ減速ね。くるくるするのも制御しなきゃいけないし、コンテナも考えなきゃいけないし、ちょっと考えること多いっすよ。多いですとのことで、サボります。いやもう、まあ、全然、いや90までやってるんで全然大丈夫だと思いますよ。うん、なんか大変辛いっすね。まあまだまあ、うん、一定ラインでは難しいっすね。こう一個やっては身を厳選、うん、最初大変だと思う。一個やっては身を厳選、うん、その繰り返し、はい、そこまでいったら多分まだも厳選して使うんじゃないですか。うん、確かに、うん、いやまあね、でも来月5までもいけるかな。もう1の時点で辛いんだもん。1辛かったっすか。うん、そう、私5条2体入れてる。まあこれこのまま、いや5条2体はさすがに入れてなかったと思う。あ、あれか、ちょっとなんか変なのやっちゃってるけど、多分2、4かって感じか。これなんか違う動画みたいになっちゃってるんですが、うん、あの私はね、新楽坂部さん外しました。持って厳選もしたの。おお、外した。外した。俺やっぱ地雷拾えないの無理。うん。なんか事故りますよね。事故ります。あるある。うん。で五条がなんか SS の人かと思ったら普通に道中も強いのがあの予想外だった今回。あ、そうですね。うん、ブロックがね、うん、あの出てきてからはちょっと良くないんで絶対なきゃいけないんですけど、うん、それまでは普通に勝てると思います、ね。そうですね。勝ちさえここに回しちゃえば、はい、これまあ提案はね、またの機会に。まあ1はね、あのパンドラがぶっ壊してくれてたもん。そっか。と、うん、確かに周年でね、周年期待しましょう、はい、すいません、あの昨日の動画から水を飲んですいません。暑いんだよ、なんか暑くて最近起きると絶対頭が痛くて。なんか水飲んでない、な老化かな。うん、いや寝る前に水分取った方がいいですよ。そうですね、うん、危ないですよ。うん、ね、怖いです。はい、じゃあ僕続きいきますか。はい。めちゃくちゃ遠回りしてたよね、はい、すいません。ちょっとすいませんね。あ、でも怪獣、まあこれはさすがに好きな人しか見ないでしょ。いやいや、ね、まあ、小川さんファンはね、ですから ね好きでいてくれる人しか見てないと信じて、何やってもいいですよ。本当？はい。今なんか早速変なこと言おうとした。間違えた。変なこと YouTube 的にあるんだけど。まあ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 。ツルツルだね、ほんで。そう、モンクリがこの前なんかで弾けて、うん、なんかのタイミングで弾けて、はい、あの準備だけはしてます。なんかで、なんか一切れ弾いてましたよね。そう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 。うん、星玉かなんか。星玉で弾きましたね。うんうん、今準備段階なんだね。うん、もう身も3つやって、こいつ強いのがもう分かってますんで。そうですよね。準備だけしてます。戦型も解放して、あの来月に向けてね。はいはい、いいっすね。身の源泉が今辛くなっちゃってるんで、うん、ちょっと休めます。大変っすよね。はい、でまあこんな感じで、うん、うん、こう触れるでもなくこう見ていただくという形にを取っています。やっぱこう見るとやっぱ未開キャラを厳選してんだなって感じがする。そのアーニャとかさ、アーニャ、いやもうアーニャがさ、58だよ。アーニャなんかそう、俺急にやる気あるのが結構いまして、うん、アーニャはね凄まじいよ。アーニャ凄まじい、やる気、筋肉アーニャ、筋肉アーニャ、筋肉グループ、しかも線形3ついってるし、筋肉ということはということは道芸、ああ道芸も言ってるんですね、はい、筋肉マン、筋肉アーニャだな。はい、なんかちょっと混ざってるし、アーニャ筋肉アーニャ強いですよね。これ強い、うん、あの未開で2箇所で強いから。ああそうですね、そうですね、あのどっかと58となんかどこ見るかですね。50 53あるか、53もいけたかな。53かな、うん、53の時点で俺使ってる。あ、そう、53だ。そうっすよね、うん、53と、58。そうっすよね、うん、モンテと同じですもんね。そう、偉いっすよね。偉い、
いや、アーニャの強さ最近気づいたから、うんうん、こいつ何気優秀なんすね。優秀、そう、2回は確かに、2回やっぱガチってるから身もしっかりしてるなって印象っすね、うん、ウォッカ運極じゃん。ウォッカか運極だ。何気に、何気にウォッカな。昔は使った時期もあったんですけどね。あのホーミング得意っすよね、うん、今ホーミングだけどね、時代的にね、うん、そう、こいつもさ、未開のために厳選したのにさ、ああ、ゴジュアチ新中心化してさ、ね、そうそう、うん、そう、ゴジュアチだよ。でもやっぱ結局アーニャだよ。貫通出てきたら楽っすね、あそこ。そうなんですよ。なるほど、なるほど。めっちゃ難易度下がった、アーニャ尽くしにしたら。そうなんですね、あそこ変わらんすよ。そう、線形解放アーニャで、うん、コストは高いけど、とかアブドゥル厳選しすぎじゃない？アブドゥル、あ、アブドゥルなんすかね、俺特別思い入れないんですけど、ただ身はまあ適当感はありますよ。ああ、適当。そう、同族過激則、同族過激則、なんかアブドゥル、アブドゥル4の時が多いんですよ。あ、なるほどね、うん、スコアもついてる、ね、そう、スコアアブドゥル愛好家みたいになってる。ちゃんと落下げてるやつで遊撃つけてるし、アブドゥル好きっすね、愛好家との、うん、いいっすよ、使いやすいっすよね、うん、急所か X もまあ愛好家気味っすね。愛好家だな、お母さんお気に入りキャラってイメージ、うん、なんかさ、 X って結構一定層あんまり信じてない方々もいるよね。ああ、そうなんですかね、うん、なんかいる気がする。もう使わなくなったとかさ。ああ、全然使うけど、全然使うよね、うん、そう、俺未だに結構使うから、うん、信頼感すごいです、X。 いいキャラ、うん、なんかとりあえず PL まで行ってもんな、うん、あ、すごい、過激をモリモリにし、うん、どっちは同族速殺、あ、使いやすそう、それとかね。まあ、コラボ上級とかでもちょいちょいありますね。うん、そうなんですよね、うん、便利ですよね、こういうキャラ、うん、お、シソヨウタンワ、ヨウタンワ SS のシソ、あれね、マサムネのね、そう、マサムネヨウタンワから来てるからね。ヨウタンワすごいキャラなんですよね、うん、すごいキャラです。やっぱ使用回数の割にちゃんと厳選しますね、うん、あ、なんか強いですもんね、うん、そのだけらで埋められるしね、なんかミッションとかあったら、うん、うん、まあ、マサムネも実質だから山の民ってことです。ああ、そうだよね。で、やっぱ本当にさ、結構我々予想してた気味だったよね。いや、そうっすね、この SS なんか用端末で実験してみたいな、うん、だって明らかに強かったっすもん、うんうん、おかしいなと思って。そう、まあ、あとキングダムが珍しくそのキングダムが好きっていうので結構キングダムキャラ厳選しがちな気はします。確かに、うん、確かにそうだな、うん、キングダムキャラは、キングダムやっぱ小川さん好きなイメージある。好きっすね、うん、面白いっすよ、ね、そう、俺モンストでほぼほぼ好きとか知ってるとかのコラボ来ることないから、うん、もうこれもあんま好きな人しか見てないだろうっていうのを前提で言うんですけど、うん、はい、ぶっちゃけ大概のコラボあんま興味ないんで、あの、いつもキャラ性能だけで見てるんですけど、まあ、アニメとかあんま見てるイメージないです、うん、漫画とかっすもん。漫画ですね、主に、うん、そう、キングダム本当に好きで、うん、オーホン、オーホンいいっすね、うん、キングダムは今後もコラボしてほしいな。まあ、うん、オーホンとか、うん、次の次、もしくは次の次の次ぐらいのコラボで星56になる気しますね。おお、うん、56のやつが出る気がする、うんうんうん、全然おかしくなさそう、うん、キングダムってアニメも確か続いてたはずだし、うん、ちょいちょい映画もあるし、うん、だから全然2回目やったらおかしくないですよね。そう、ただ実写の映画は今回で一応最後って言ってるらしいです。え、実写最後なんですか、うん、あ、そうなんだ、うん、まあ確かに今回ぐらいで最後でいいのかなとも思います。思います。なぜなら、うん、今後あの映画って漫画でいうとだいぶ最初の方なんですよ。十何巻とかなんですよ。あ、あんま進んでないんだ。で4本とかやってるらしくて、3、4本、だいぶだ。3本だか4本だかやってて、でね、今後あの、ま、単純に
登場人物が増えすぎて、これ俳優いなくなるなって思った、マジで。かき集めても足らんみたいな。もう無名の人だらけになる恐れある、最終的に。ギャラ的にも、ね。か、もう一回役がやばくなるみたいな。もう一回違う役で登場。それは体力やばそうだ、そう、うん。なるほどね。そう、結構やばい。登場人物多いもんな。単純に出てる方々もリアルに高齢化しちゃうしね。確かに確かに。大変だ。はい。日本に金がいっぱいあったらね。うん。確かに。もう一気に2年ぐらいかけてさ、全員拘束してさ、うん、ね。もう取れるだけ取ってみたいなね。なかなか難しい。難しいですよね、日本じゃきっとね。はい、キングダムの話でした。はい、キングダム来てほしいですね、うん。あ、テキーラアルファもうついに最近紋章までついてるけど、やっぱり4をやった形跡ですね、うん。厳選しましたね。あ、本当はバチバチにしてる。筋肉マン。筋肉マン。うん。とあとはまあ結構古めになってきましたね、うん、1年以上経ちましたね。うん、1年ぐらいだちょうど。あれ、進撃って去年ですよね。進撃去年ですね。うん、えれ、でもね、いつだっけ、6月だっけ、5、6、7月ぐらいですよね。そう、そんなもんですよね、うん。まあこの辺は前も見せたのかな。そうだね、1年ぐらいだったら見せて、そうですね、新しい目のやつかな。窓曲げだからもう2年前ぐらいまで来ちゃってますね。窓間、うん、下に今窓曲げましたね。あ、本当だ。うん、多分2年ぐらい前ですね、大体。2年前の10月とかっすよね。周年できたのか。そう、周年できたんで、去年来てなくて、一昨年っすね。一昨年か。うん、はい、じゃあちょっとこのややゆっくり気味に、ゆっくり気味でちゃんと見せてね。ありがとうございます。鬼丸お世話になったな、うん、いろいろなところで。いまだになってるわ、試練やってるから。試練さんね、うん、なんやかんや鬼丸でさせてやるのも楽っすもんね。俺宮坊さんによく話しがちなんすけど、うん、なんやかんやで鬼丸だらけが一番楽でっていう説が、あの一番雑にできます。そう、うん、信じてる、うん、あのなんか友情でやるとかね、事故んだよな。まあなんかパーティーがちょっとね、うん、何か対応しないとか。そうっすよね、うん、そういう風になりがちなんでね。そう、エビス入れたりするやつね。全部丸く適正だったらマイキー使うか鬼丸っすね。うん、うん、俺もこれ大概鬼丸3体に気分でマイキー1体入れて。うん、そうですね、マイキーいいっすよね、うん、全体用だからやりやすい。あとは最近は、最近だこいつっていうのはないかな。うん、この辺だとだいぶ古いんでね。うん、うん、あんまなさそう。あ、エビスさん。エビスはすごいな、うん、もうすげえ前だもんな。いまだにたまに使う。うん、ネオも出る前だしな、うん。あー、大の大冒険もう来ねえのかな。大の大冒険来てほしいっすよね。スライム俺も、うん、レベル1をストックしたいっていうあれがあるんで、うん、来てほしいんだけど。レベル1はね、スピード遅いやつってことっすよね。そう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 、うん、便利だって、うん、だって、うん、スライムより、うん、汎用的に使えるレベル、あの、星にっていないっすよ。うん、やっぱいまだにスライム、俺結構多く使ってんだよな。あ、多くも強いっすよね、うん。ミイラ男もごくたまに使う。ミイラ男ちょっと俺使ったことないな。本当、うん、多くはたまにちょっと使うか。うん、あ、奥。奥上にいたんだよ。あ、いたいた。俺の大好きな奥。ね、本当だ。1770円。だいぶ使ってるよね。だいぶ使ってる。あの、こいつもそうだね。パワー型だし、パワー型だから、なんなら止まり早くていいっすよ。うん。なんかね、好きっすよ、うん。俺結構スライムの代わりに奥使う。はい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 。まあ、ぶっちゃけ爆発で貫通なら何でもいいから、みたいな。使い方。爆発なんですね。なんか、使いやすいロダンズボールみたいな、うん、感じっすよね。これは好きです。これはこれでいい。かわいいし、うん、かわいい、うん、かわいいっす、かわいいっす、うん。あとはこんな感じで、まあ、秘蔵癖そんなもんすか。うん、もう入れある感じは、うん、うん、去年も見せてそうっすね、うん、その辺はゆっくりやりやすいます。はい、ドラえもんいっぱいな、なんでこんな音曲4体もいいんだろうこいつ。やっぱおばさんドラえもん気合い入るんだよな。ドラえもんは好きでしょ、可愛いからね。うん、なんでなくなっちゃったんですかね。
金儲けられないからかな。まあ無料無料コラボですからね。まあ、そういうことなんでしょうね。あんまうまみねえなだったんでしょう。入りとしてはねいいとは思うんですけど。めちゃくちゃいいですね。お子さんとかのね。うん。だからもうあれか、そこら辺ターゲット層を変えたってことなんですか。もしかすると。別に今だったら再びやってもいいと思うけど。確かに逆にね。そう。どうなんでしょうね。うん。あ、猪木。猪木懐かしい。猪木とかいたんすよ。知らない方もいるだろうな。HP めちゃくちゃ高いんですよね、こいつ。確かに。いかれてるんですよ。猪木。はい。じゃあ、回していきます。だいぶ丁寧にいってるか。だいぶ丁寧。いや、いいんじゃないですか。ね。うん、せっかくだし。馬場さんとかすぐ、ってやるから。そう、馬場さんも早く。早く終わらせてから。どうなんだろうな、意味ねえやろうと。あ、俺たまに見たくなるサイバリオ。なんかたまにパーティーなんかあそこに並んでる時に、ね、そう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 楽しそう。ネットフリックスのシティハンターも面白かったです。でもシティハンターもコラボしてるんですよね、無料でしたよね。無料、懐かしいな。懐かしいですね。てか普通に強かったしこいつ。普通に超弾っすよね。うん、当時は良かったですね。これ無料かみたいな、当時は使いやすい。やったよ、前だ。じゃあややスピードアップします。はい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 、ちゃんとね、そう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 、4号も9号作ってるっつうのがポイントっすね。前の動画サムネがね、もうもろそれにしちゃう。こいつらの90もう全部売っちゃってるからな。そう、これ一応こう楽90にできる連中は全部してます。えらい、几帳面。はい、なんだこいつ、なんだこいつ、こんないっぱいいるの、何これ。あ、売ってないのか。ドゥカティ、ドゥカティ。びっくりした、ドゥカティね。お、水属性、水に来ました。うん、嬉しい。まどかさん、まどか、はい、いいですね。まあ来月あたり8をトライすることがあったら、使いますね。はい、こちら昨日の動画で引いたマムル。おー、マムル、はい、2回発言ありがとうございました。今までありがとうございました。なんか水属性って俺そんな思い入れあるやつがなんか使ってるイメージもないんだよな。俺小川さんやっぱ闇のイメージが強いし、やっぱロケのイメージが抜けないからな、個人的には。光闇好きかもしれない。まあ使いやすいですよね。あ、ニャルラットホテップも最近使い出したな。あの未開じゃないですか。また未開。小川さん未開が自然なんですか。そう、未開56でナッポと合わせて、そう、素晴らしい相方ですからね。うん、はいはいはい。ナポが見えたらないな、その。ナポ見えないっすね。ナポいない、通り越えた。新住生活してない。いや、使ってるよ俺。自分で使ってないのいるはずっすね。あ、いた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 。最近だ、意外と。うん、ナポオンドリスもんね。そう、そっか、そんな最近か。進化コスト高いっすよね、新住進化。そうなんすよね、それがつれんだよな。うん、500っすから。うん、なくなっちゃうよね、チケットとか買ってないでしょ。うん、はいはいはい。シンギルティもあんま本気出してないな。シンギルティすぐこいつをあの携帯変更させて、ああスライドさせてっていうのね。まあでもそれで十分っすもんね。うん、もう簡単に使わないしね、ナポ来たから。うん、そう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 。丈太郎もな、今来てる、何でしたっけ、それこそ新獣神玉。ああ、採掘場、採掘場、採掘場で使ってます。難しいところは、そうっすね。うん、でもあそこすごい面倒じゃないですか。めっちゃ面倒い、やりたくないねえ。うん、なんか最初の初期出たやつですよね、あれ。あ、一番最初っすね。どんどん簡単になってきましたもんね。そう、属性が進むに従って。意外と優しいでもいいかもしれないですね、今。優しいを回って、
なんか簡単なところになったら無理してやるみたいな。なるほどね。そう、ちょっと効率が悪すぎる。無理してやることねえか。うん、なんか魚が10個ちょっとぐらいだと思う。うん、うん、なるほどね。精神的苦痛を考えたら、うん、まあまあいいんですけど、真面目に全部無数やった方がいいんですけど、うん、獲得個数的にはバジが言えるみたいな。そういや、これもこれも未開っすね。未開51年未開51バジこう見るとすごいな。めっちゃなんか活躍してるやん、未開とかで、うん、かっこいいな。いや、お世話になったよ、あなたも。バジかっけえな。それ未開の51においてですね、あの人持ってないもんですから、持ってないから名前も毎回忘れちゃう。無一郎ね。そう、無一郎、時藤さん、はい、時藤さん持ってないんで、マジで世話になったバジさん、ありがとう。普通にめちゃ強いですからね、うん、爆発パワー見たんで、追撃系だし。いや、ありがたかった、うん、ありがとうね。これオスターターもいいですよ、うん、やべ、めちゃ来た、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる。あ、バジ、いや、バジバジ来た。そう、やっぱこいつ未開、未開51だ、ね、厳選しがち。うん、未開はちゃんとやっぱ、ね、うん、厳選しないと大変ですもんね。うん、だからやっぱキングダムキャラはちゃんとやってる。本当だ、やっぱ大好き感が、うん、うん、シーンね、シーン。何してるの。あ、選挙、あ、選挙までいってる。なるほど。どうせなら劇種もね、行けばよかったのに。まあまあまあどうせ好きだからね、うん、あー、ついに使い、ついに今回厳選したノンノンアルファ。あー、強いね。うん、3ね、3、うん、庭園3、庭園3。いや、マスなんじゃないかな、今、うん、楽にするんだったら。いや、こいつも結構前だよ、去年ってことでしょ、これ。今日1年以上前ってことでしょ、もう、もはやノンノがね、ノンノ去年でしたっけ。そうなんじゃない、この並び的には。モンドリだから、そっか、去年だ。やば、去年のモンドリっすね、うん、すごいっすよね。うん、いつもノンノはね、新しい進化形態来たら派遣になるんですよ。うん、すごいよね。重進化の時がやばかった。桜木さんが好きなイメージあるな。あ、確かに、うん、好きなイメージありますね。うん、もうこんぐらいからは、去年、あ、でもこいつも庭園で、あ、3、3で、庭園3のためにちょっと今回使いました。使った。うん、うん、もう丸く強いですよね。うん、うん、もうこの辺はあんまりあれですね、キラヤマとたまにまたに何かしらで使う機会があるな。うん、爆絶とかだったら、うん、出番ありますよ。こいつなんでこんないっぱいあんだ。あ、そっか、ショコやったんだ。あー、うん、今ショコできてるんで、はい、青葉回収皆さん忘れずにって感じだね、うん、いつもですかね、うん、コラボの時はね、うん、なんかあれ、ああいうのって意外と早く終わったりするから、ね、ちょっと早く終わるっすよね、うん、はい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 。お、間違えたマスいる。マス間違えたマスいる。思い入れのないから、あ、ここね。いやー、あー、これ意味ないやつ。うん、まあもうもういないだろうけど、うん、マソにはコネショー言っちゃダメです。なんでこれって。うん、面白いなこれ。マソは全員に使わなきゃ意味ないんですよね、コネショー。まあそうですね。うん、楽役言ってないのであれば、うん、そういうことやりますね。そう。はい、間違えました。いや、いい生贄になりましたね。学び。あ、あと最近さ、俺、なんだっけ、身を厳選する時の、俺、一時期ルシファーの面でやってたんですけど、光のところ、光の位置でやってたんですけど、結局、千早面に戻った。戻りました。闇の、うん、どうしてですか。なんか千早面はさ、ワンパン面でさ、うん、まあ1、2捨て、うん、でさ、左に金のやつ出る可能性ありますよね。ありますね。あるよね、うん、ルシファー面ってないよね、多分。ああ、
ルシファーメンあったよ。あるのかな。ないよ。俺が出たことないだけか。なんかあんま意識しねえや。なんか別に千早麺でいいじゃんって思った。あ、ほんでいたかもしんない。うん。いたか。うん、いや、いなかったかもしれない。うん。常温野菜覚えてないです。俺も記憶なくて。ほぼあん。宮坊さんもってことは宮坊さんも千早麺ってこと。いや、俺何も考えずルシファーでやってました。あ、ルシファーか。うん、あ、なんかシンプル早いなと思って。あ、そっか。うん。千早たまーになんか千早あげるとミスるんで。あ、そうっすね。うん。最近戻ったという。まあでもそのホーサーとかが出る前はなんかその紋章つけないとワンパンできなかったので、そのたまにそのルシファーの根気もったいないなと思うときは部屋でやってる時もありましたね。なるほど。まあ便利ですよね今って。便利。うん。コナン君あんまり使わずに終わったな。まあコナン君ちょっともらっちゃうとね、強すぎる感も否めないんでね。いやマジでレクイエムの人だったな。レクイエムの人でしたね。うん。どんぐらいいってる？今ね、まあまあいってるな。30分ですね。ちょっとペースアップしますか。あ、OK です。別にいいんですけどね。大丈夫。ゆっくりやってもらって。本当？はい。全然大丈夫です。ドクターさん、これこれって最後の無料コラボ？もしかして？ああ。俺なんかそういう風に認識してるんですよね。まあ無料コラボもしかしたらドクターストーンラストかもしれないですね。控えの2回目かな。そう。来た時。あのちゃんとこういう IP ものとの。やつが、うん、もしかしたらそうかもしれないですね。うん、あんま覚えてないけど、ファンタとか抜きにして、うん、っていう記憶が。そっか、言われてみれば。うん、じゃ結構でもやってたね、無料コラボ。控えの2回目だもん。うん、2回目ってことは今4回目だから2年前3年前か。2、3年前ですね。2、3年前もろコロナ中でしたよね。うん、ああ、で無料コラボ終わったのか。スライム、スライム使ってんな。うん、便利っすよね。まだ言っても多くより言ってんだな。うん、なるほど。300個ぐらい多い。うん、痛いね。あれやめちゃくちゃ持ってる。あ、なんかくっつけてないっすよ多分。くっつけてないで耳を開けてる。うん、なんでだろう、俺そんな思い入れあった記憶もないけど。あれは強いっすもんね。うん、あ、なんかたまにあれだ、たまにコラボのミッションとかで、ああ、その他キャラミッション、そう便利っすよね。それだ、それで使い落ちなんですね。コピーキャラだし、うん、マスター、マスターボブ、うん、どうしたんすか。マスターだなと思ってこいつマスターだな。こいつこそマジで意味わかんねえキャラっすよね。いやでも本当そうじゃないですか。まあまあまあ、最初から弱くていつまででも弱いっていう。でもこれ情報修正一応入ってるんですよ。うん、転送感が入ってるんで。あと超重力になったかな、うん、確か。いきなり笑います。何、ちょっと強くなって。ただの重力で転送なかった。確かただの重力だった気がしますけどね。どういうつもりだったんだろうね最初。ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、確かそうだった気がする。でこいつなんで超重力じゃないんだって俺なんか確か愚痴った覚えがある。いやこいつ謎だったな、かわいそうだと思った。うん、マスターコーブ調べてみようかな。うん、マスターコーブ実装。いやだってこのタイミングで始めた人とかさ、マスターコーブしか出ないとかだったら嫌だよね。うん、かわいそうだ。かわいそうだよね。うん、マスターコーブ実装アホミツの記事にある。ああ、超重力じゃないっすね。あ、 やっぱりただの重力ブロック原則です。やば、はい。しかも獣族だからね、同族で他とも相性悪いっていう。うん、弱者です。本当にかわいそうだった。うん、本当にかわいそうなキャラなんですよね。懐かしいな。検索結果で一番最初にゴミが出てきますからかわいそうっすよね。神王なんか大昔持ってなくて一回出たら出すぎて切れ散らかしてた。ありましたね。なんか覚えてないけど、あんまありましたね。うん、うわ神王だよみたいな。うん、結構あのオールスターガチャ的なやつです、うん、を引くと毎回なんか
出てきてましたね。そう、なんかモンストって一回出だすとめっちゃ出るってね、どなたでも経験してるでしょうね、長くやってる人は。わかるわかる、仕組まれてる。うん、はいはいはい、あ、だいぶ昔来ましたね。はい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 、このようにね。うわ、ルロケンこの人で思い出すのもあるかもしれないけど、ヤヒコさんで。ヤヒコは近畿でお世話になったからな、一瞬。うん、俺はキャラがいなくて。近畿のどこっすか？近畿の11っすね。ここないかな、ないか。表の11が、うん、その重力ワープで源内が適正だったんですけど、源内が普通持ってなくて混ぜちゃってて、はい、やべえと思って、その時になんかヤヒコが出てくれて、ヤヒコ使うかみたいになった。あれ、ドナルドのところ？あ、そうそうそう、あ、ドナルドが無双したところっすね。そっかそっか、あ、ドナルドいた、いるいる、ちょうどドナルド。そうで、ヤヒコ出た後にドナルド出てきてる。なるほどなるほど、本当だ本当だなるほどね。そうなんですよ、一瞬お世話になった。懐かしい、うん、懐かしいっすね、うん、あいつ無双したからな。懐かしいね。うん、はいはいはい。小川さんも90がちゃんとってあるんだな。ティーチ2体しかいない。どうすか、ティーチ進化させてないだけか。あ、ティーチ進化させてだけさせないだけっぽいな。うん、何体持ってるかな。最後ラックも見ましょう、最後の最後、うん、そうですね。はいはいはい。あ、トグロ、トグロも運極だ。トグちゃん、トグちゃんしたっすね。あ、いた、なんか赤い実食ってる。なんで毛がついてる絶対なんか回ってるから、うん、面白い3回使ってる。トグだな、難かったやつですよね、これ。難かったっすね、トグロは。ああいう感じのあんまないっすね、最近。難しい、ないっすよね。やっぱキャラも強くなってきちゃって、うん、ステージがちょっと複雑化しちゃうんでしょうね、うん。昔はシンプルだったけど、でも今も別に作れそう、うん、単純に敵の HP を増やすみたいな感じにすれば、うん、あんまない。ギミックで難しくしようとしてくる、うん、アメリカ伝説のね、伝説のキャプテンアメリカ、うん、派遣だったから、うん、派遣っつうか、いないとどうしようもないみたいなね。そうだ、もう派遣っすよ、うん、アバロンでしたっけ。アバロン、アバロンじゃないです、アルカディアっす、ね、アルカディアか、うん。お、剣抜いた。ん？剣抜いた。剣抜いた。使ってるじゃないですか。使ってる。近畿やってるんですよ。10位。本当か。剣抜い。77個いつこつ。うん。その剣抜いでした、うん。あ、ルパン。ルパンとかもあったんですよ。はい、無料コラボ。無料コラボ。うん。ルパンも強かったな。うん、強かった。普通に。編集でしょ、この人。うん。当時は作りやすい曲だったはず。うん、運曲初めて作るんだなみたいな感じで紹介したような気がします。うん、シンドバッド別に開くつもりじゃなかったですなんもないなんもないやつで、はい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 。あ、なんか売ってないな最近、珍しい。俺すぐ売るのに。うん、でもボックス分けだいぶありますもんね。うん、売る必要もみたいな。結構こまめにつけたり売ったりするから、うん、はい、あ、これね、昨日の動画で弾いた。びっくりしましたね、たまげたな、うん、まさかの得しちゃった。もったまげ弾けた、うん、まだおばさん流れあるな。うん、実はね、うん、おカムイがね、あ、運曲運曲だけど0回だな。あの爆絶とか使うといいっすね。あー、うん、うん、そうですね、ストラテジーも強い。ストラテジー、うん、あとはまあ超うまいんじゃないけど桃源郷もいけますね、うん、バルハラと合わせて。なるほど、うん、相馬とかも良さそうだし、うん、爆絶超絶系で。なるほどね、使えるんだ。結構使えるとありがたいじゃないですか、うん、そこら辺周回するなら、うん、今後使いたいです、うん、爆絶超絶やってください。はい、はい、おい、アリマも、これ使った雰囲気、あれで使いましたよ、庭園を。庭園で、うん、うん、どうでした？いい、いいよ、うん、
物理使いますよね。いいよいいよって感じ。いいよいいよ、うん、これ3体目だったね。いよいよ3体目に入れたね、自身の。確かに丸そう。伏せ姫、ナイトメア、ナイトメア、有馬さん、ナイトメア、そう普通に3枠目だったです、うん、補助もできるしね。1手目ダメっすね。あー、超原則ないんだよね。1手目このプニのワンパン、ワンパンっていうかプニを全部やるのね、うん、ミスる有馬さんだとスピードが足りない。超原則がでかいっすよね。うん、そう、そうなんだよな、この人超原則じゃないんだよな。超原則は相手よかったと思うけどな。うん、超アンチ転送に超を取られてんのか。転送のせいじゃないですかね。うん、コラボクエストが確か転送だった気が。ああ、なるほど。多分そこケアしてるんでしょうね。そっかそっか。でも SS はね、強力なんで。伏せ姫もほら、やっぱ厳選してる。うん、あ、昌平名タイプだ、俺は。うん。なるほど。いいんじゃないですかね。うん、使いやすそう。伏せ姫は何でも入りそうだし。うん、ナイトメアは強い。ナイトメア強い。最強っす。あ、これも2回。あ、52っすね。うん。おぉ。ドルタニア。大技もそれ好きだな。昌平同族。そうっすね。癖ある。なんか昌平だけで終わりたくないんでしょうね、俺は。うん。何かしら、うん、おまけ欲しいみたいな。うん。つけてますね。昌平同族は結構珍しい気がする。ああ。なんか遊撃とかつける人が多い。即殺とか。この人なんで、あー、リュウホウか。リュウホウ。なるほど。あ、でもこいつも未開っすね。未開の名残。あー、うん、ありましたね。うん、未開。今だったら12もいけそうか。うん、32だったんだ。あー、32もいけますね。あのね、重力、うん、あのチンギス、そう、チンギスとセットで、うん、チンギスが毒キラーですからね。うん、まあ、でも未開12とかもいけそうだし。うん、あとはカメアルファ来たからね。カメアルファ、うん、ストラテジーで一番強いのかな、もしかしたら。ああ、この人、うん、なんかリュウホウめちゃくちゃ強かったイメージありますね。ストラテジーやるか。うん、で、カメアルファうまくでいいじゃないですか。おお、めちゃくちゃ楽そう。羨ましがられそう、うん、本気の人には。あのストラテジーガチ勢には羨ましいと思ってもらえるかもしれない。カメアルファだったら楽そうですよ、うん。サルバも未開。あ、52入れてたんすね。入れた、結局。うん、うん、まあまあ便利ですよね、半回選べる感じが。そう、そう、それ便利ですね。うん、は挟まなきゃダメな時とかも急に訪れるから。うん、発射で始めるから、うん、あとは、なんかこいつたまに俺使うんだよな。紹介室そんな言ってないけど、2回54でも使えるし、あの控えでも使ったし。控えかな、控えじゃないですか。控え、うん、かも。今これ乗ってないけど、うん、うん、控えでめちゃくちゃ強かった。あ、あと最近ありましたね、確かだったみたいな。そうで、なんだっけ、その工場の時の EX みたいなやつ。なんだっけ、ここに乗ってない。ここに乗ってないですね。うん、工場 EX、 工場 EX、 あの工場クエストやってるとたまにカットインしてくる。あれじゃないですか、なんだったんだろうね。なんかあれで使えた気もしなくも。あ、あとなんだっけ、推しの子コラボの時の超究極でも使ったかも。なるほど、うん、俺それ全部使ったんだろうな、それ。あ、ピエヨンだ、ピエヨン。だからちょいちょいなんかね、ダメの点数あるんですよね。ピエヨンでも使ったんだろうな。うん、SS が早く打てるのがいい、こいつは。ああ、追撃系で。そっか、順位ターンか。そうそう、速度ついてますしね、なんか、うん、大和さんも多分すぐ打ちたかったんでしょうね。うん、何ゲー活躍。俺なんか本当に終わっちゃうと覚えてないんだよな。で、また始まると思い出して。うん、で、終わるとまた忘れちゃうんだよな。いや、わかる。俺もなんか、俺霊絶とかやっててもそうですよ。うん、一回終わって、いやー、あー、でも、もう次からは余裕だわと思って、あ、また何週間かしてから来ると、あれ、やり方忘れたみたいな。そう？あります、あります。でも宮川さんだいぶ覚えてるイメージあるからけどな、あの未開の振り返りの動画も。あ、未開は
だいぶ覚えてた。でも覚えてるだけでプレイしたら感覚違う気がする、ね、こんななったっけみたいな。おしぐろ未開じゃないですか。おしぐろも未開と、あと今着てるやつもなんか使ったし、うん、あ、嘘、でもなんかしょっちゅう使う。こいつめっちゃ広いっすよね、うん、折に触れて47、57、50にも別にいけますもんね、うん、魔法陣ないけど強いんだよな。強い、うん、シグロは未開キャラだったけど、うん、あとは花鏡院めちゃくちゃいってる。離れコグニやったのかな。離れコグニやりましたね。花鏡院やったんですよね。もうお世話になって外し始まっちゃってる。ああ、見よう。もう運気くなってましたもんね、さっき、うん、なってた。離れ込むには簡単だったから、この人で。一番強いんじゃないですか、今日。うん。お世話になったもしかしたら。なるほど。ミューズ一体入れて、多分、かきおいさんかな、うん。雰囲気的には。楽そう。え、タケミッチ全部作ってる、まだは。あ、タケミッチ全部作ってますよ、俺。すごい。これね、福井。何が違うんだっけ、分かれてます。あ、福友城。副友情がね、全部違うはずっす。あ、ほんとだ。うん、これちゃんと作ってんの偉い。うん、バボさんも作ってましたね。うん、結構大変だと思うけどな、これ。そう、ただ面倒いっていう、あの、フレンドガチャ引き続けるっていう苦行、うん、苦行。そういや、すごい作ってんの。うん、この人なんでこんな、何これ、ガチャ券、ガチャ券か、この人。そっか、身開いてるから。あ、そうっすね、ゼロ回だ。こんないっぱい、あの、で、意外と殴り強いんですよね、キャラ相手には。そうなんですね。超マインスイエルで源流封じなんで。そっかそっか。掛け算が結構優秀。うん。5倍出せる。いや、一体なんだ。いや、一体っす。うん。使う。檻に触れて。うん。未開では使ってました？いや。未開でも使ったり使わなかったり。あ、52で。そう、52で。まあ、大体は水獄か。そう、水獄で使いますね。うん、1体でも強いですしね。うん、はい、はいはいはい。あ、まだ去年か。うん、アリスアルファ持ってる。アリスアルファってなんだっけ。だっけ、ちょっとまずいかもしれないけど、アリスアルファ、あの金髪の子ですね。あ、もうちょい上の右上ですね。何、 SAO コラボの時、何の話ですか。アリスシップ。あ、この人か。あ、そうそう。あ、俺だいぶやる気ないっすね、アリスさんに対して。この様子は。あ、でもアジテーターやろうってなって。なるほど、そっかそっか。冷徹だよね。うん、入っちゃうかもしれないですね、やっぱな。冷徹なんだよな。いや、冷徹でもナイトメア持ってんならちょっとトライしやすくなったかも。トライしてみてもいいかも。なるほど。ちょっとやっぱ癖は強いですけどね、アジテーター。え、ミューズ言いすぎでしょ。ミューズ言いますね。モリモリじゃないですか。ミューズもなんか最初だいぶいなかったような気するけど、集まってきちゃいましたね、一回出始めると。あ、俺赤マナフ、そっか、使ってないんだ。え、しかも戦略解放してるのに。そうなんだよ、準備仕掛けたんだよね、もったいね。あの、伏せ姫と属性相性、種族相性がいいんで。そっかそっか。結構だから、そう、あ、そうなんですよ。それなんか有馬さん使いたい雰囲気なだけで、うん、有馬さんを赤マナフに変える恐れはあります、うん、今後。もう全然いいと思う、うん、こいつもバフかけられるんで、うん、結構いいっすね。伏せ姫で直せるし、うん、掛け合わせがいい。丁寧ね、うん、もうこの辺はね、きっともういないでしょ。あ、テスラコラボだ。これも去年とかじゃないですか。うん、去年。お、うん、ヤクモだ、ヤクモ。あ、ヤクモさん、ヤクモ来ましたよ。ヤクモさん、ヤクモ5体5体ですかね。さすがにヤクモくっつけねえと思うから。つけてなさそうですよね、普通に。あ、意外と持ってないんだ。確かに、もうくっつけてないんだね。あ、でも使ってるな、1000回。うん、大光神武装、大光神武装もさ、最近使わなくなってきたっていう声を
耳にすることはあるんですけど。本当ですか。俺それもさ、エクスカリバーと同じで嘘な気すんだよな。でも試練10とかまでやるようになるんで、うん、毎月使うことにはなるんですよね、うん、絶対、うん、だからまだ使うキャラなんじゃないかな、うん、全然巫女姫の方も使うし、なんか俺そう未開でもさ結構わけわかんないとこでも使うの、裏の20何歩とかね。あ、これかもしんない、22かもしんないです。あ、いや未開。あ、未開、うん、あ、言ってましたね。そう、どこでしたっけ、58 57か、なんかわけわかんないとこ、確か57って言ってた気がするね、振り返りで。うん、そう、これここ、あ、そこだそこ、6位に入ってんだよ。でもやっぱ雑に大これ強いっすよね。と、あと弾、こいつが弾の時めっちゃ強いんですよ。あー、確かに、マイン持ってて、そう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 、キラーですからね。こいつのターンじゃなくて、なんか剣持たせて、弾陣が強い。そうすればね、減速回復関係ないですからね。そうそうそう、確かに、乗せといてみたいな。そう、確かに、役もやっぱ便利なんですよね。便利、役もまで、うん、ヤクモン、あ、ヤクモン、はい、あ、来た、あれ、ヤクモン、ヤクモン、ヤクモン、あ、ヤクモン、はい、ヤクモンでして、はい、ちょっと、はいはいはい、ワンピース来ないのかな、もうワンピースは来なそうかなと思ってますけどね。来てほしいですね、でも、ね、来てくれたら盛り上がりそうですし、うん、なんかワンピースの時はなんかモンスター一番盛り上がってた気がするんだよな。ね、だってわーってさすがにワンピースですもんね。いや、さすがっすよね、パワーありましたよね。ワンピースはすげえわ。俺ワンピースも読んでないんだよな。俺ワンピースはアニメでようやく10年前やってた内容のぐらいのところに来ました。俺いつかは読むと思います。うん、わざと撮ってやるんですもんね。ワンピースはわざとでもない。わざとじゃない、わざとなの、何でしたっけ、ジョジョ、あ、ジョジョだ、うん、ジョジョ読んだら相手のね、ジョジョ読んだら長くて面白い漫画なくなっちゃうと思って。そうっすね、そう、困っちゃうかもしれない、うん、私長くて長い漫画すげえ好きだから。うん、そう、最終兵器、そう、俺無理やりでも長くしてほしいタイプなんで、好きな漫画、ワンピースも結構最終兵器感あるな。そうっすよね、うん、100何巻ですもんね、今100、わかんない、話数、うん、でもそんぐらいあるんじゃないですか。100、ワンピース105、6巻ぐらいなんじゃないですか、多分。ああ、もうそんぐらいいってるのか、うん、初めの一歩とかも大好きだから。初めの一歩も最終兵器感あんな、うん、ずっと読んでる。今ありますもんね。一回ぶっちゃけ初めの一歩なんだって思ってきたけど、うん、最近また逆に面白いから。うんうん、逆に面白い。初めの一歩、一生一歩引退したままだから。いや、そう、俺も一本引退してるのマジかよと思って。一本引退してからもう20巻ぐらいはやってんじゃん、下手したら。だがやばいっすよ、引退しっぱなし。早く復帰してほしいな。復帰するよな、この復帰する、復帰する。いや、楽しみだな。うん、楽しみっすよ。一歩コラボしたらいいっすね。一歩は一歩ダメ、コラボしたら。ただモンスト好きそうな人がどうなんだろうって思うから。我々年代は結構、ああ一歩か。いや、宮坊さんも若い方じゃないの、一歩好きな部類としては。いや、そうなんすか、ね、いや多分そうだと思うよ。だって80年代からやってんだもん。あ、そっか。うん、で意外とやっぱりそのアニメとか漫画とか読んでたら、うん、初めの一歩絶対目つくじゃないですか、うん、あんだけ話数やってるから、うん、結構レジェンドみたいな感じじゃないですか、うん、雰囲気だから。知ってる人多いんじゃないかなと思いますけどね。我々時代ね、結構ゲームもあったんで、 PS2 とかで。俺もなんかボクサーズロードみたいなのめっちゃやってたの。あ、そう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 、うん、俺もやってました。手めっちゃ長いやつ作ってたの。バシバみたいな。うん、なんか手長くす、リーチ、手長くす、そう、手長くするとなんか強い。まあ、リーチの上からね、相手届かないみたいなね、うん。あるある。一歩から離脱しちゃった人、ぜひ戻って見てみてください。逆に面白いから見てみますわ。俺漫画は結構持ってた、70巻ぐらいまで持ってた、うん、今は140かな。あ、だいぶだな。
お、あの140ぐらいだったつもん。これ倍増えてんの、うん、えぐいよ、うん、やばいっす。あ、俺の好きなチンギス。あ、チンギスか。チンギスいいっすよね、うん、普通味するんだよ、うん、毒と合わせて使ってみてください、うん、竜宝とね、うん、竜宝合わせいいキャラがね、中心が返したんで。でもチンギスカンの新中心が近いじゃないですか、もしかしたら。めちゃ強そう。どうなんすかね。いや、マルトリか、どうなんだろう。人気ないな、一緒。チンギスなんか謎に人気ないけど、コアな層は好きっすよね、うんうん、影の実力者っすよね、うん、あ、あと意外と最近で言うと、うん、なんだっけ、スクランブルユニバースでも活躍してますし。へ、そうなんだ。ロールライのステージのチンギスめっちゃ強いっすね。へ、それでやってる人多そう。なるほどね。だからみんな今チンギスって気づいた、そう、分かる人多いかもしれないですよ、スクランブルの。そう、スクランブルのおかげでチンギスが強いじゃんみたいな、うん、もしかしたらですけど、知らんけど。人気出てほしい。人気出てほしいですね、うん、チンギス。仮面ライダーレベル1だ。仮面、ほんとだ。まあ1体でいいんだよな、こいつ。そうっすよね、うん、やっぱな。あ、でもだいぶ使ってますね。うん、やっぱダウトとかその辺ですか。何回も使わせられたな、昔は。もういいやと思って身を外したらまた使わさせられたり。すごい、未開57でも使えるんだ、うん、確かに飛行重力か。あ、庭園後、あー、あの江戸ワードワンパン枠、なるほど、仮面ライダーでも強いっすね。みんないろいろ考えるな。うん、すごい。これやっぱワンパンキャラはね、うん、ちょいちょい顔出しますね。うん、最近ワンパンキャラってね、そうそういないっていうのもね、やっぱ力を抑えられてますよね、うん、やっぱ壊しちゃうんで、うん、あえて出さないようにしてる気がする、うん、本当特別な時しか。特別な時でもなんかちょっとやっぱ抑え気味で作られるやつですよね、うん、はい。緑もうだいぶ喋ったな、うん、だいぶゆっくりやっちゃってるな、うん、まあ、でもなんか緑の思い出ほぼ話してないっすね、うん、なんか別のこと話してる、うん、そうそう、あ、インドラ、インドラ、インドラいますよ。インドラ、インドラいます。うん、やっぱこのアイコンの時がいいな、顔アップが、うん、顔アップがいいっすね。だから、あの、進化しても結構顔いいっすよ、うん、ああ、いいっすね。それで動画で使いました。これも動画で使った、うん、それもちょっと使いましたね。なるほど、謎動画。懐かしい、懐かしいっすね。懐かしい。こいつ何、なんかいっぱいいるな、いつの間に。ハンベイ、ハンベイだ、ハンベイか。ハンベイは、近畿の裏の12かな、適正。よくすぐ出るね、うん、すごいと思う。逆にそこしかないんで、うん、逆にそこしかないで、ね、そっかそっか。でも今やるのでもいい。はい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 、ちょっと下がっていきますか、うん、あ、ロビンフット近そう、見れる程度の、うん、ロビンフ、ロビンフ近そうっすよ。ロビンフいた、ロビンフ下にいました。もうちょっと下にいた。あ、そうっすね。まだ発見できない。ちょい上、ちょい上。あ、本当だ。なるほど、ロビンフ近そう。ロビン重心か、回か、重心か、回。なるほど、周年イメージあるし。うん、だいぶ昔だな。ストリートファイター、ガイルアンドラッシュにし、うん、キャミー、うん、キャミーめっちゃ持ってる。 15? ね、めっちゃ出てるよ、うん、俺大概3体は持っとくのにキャミー混ぜとく、混ぜとくこの時あんま意識薄かったんじゃないですか。薄かったか、もういいやって思ったか、うん、諦めた、うん、一応ね、簡単にできる状況ならしときたいっていう部分がありますんで。そうですよね。そう、何があるか分かんない。そう、自陣で3体を持っておきたいっていうのがあるけど、もういいだろうっていう場合はつけちゃうんですね。
あ、ゾーン変わった。本当。光になった。光。はい、光です。これ誰？これ誰っつっちゃった。モルスアルファ。モルスアルファね。この前の。この前の。はい。モルスアルファ。はい。エンベゼラーっすよ。エンベゼラー。冷絶っす。冷絶か。やっぱ冷絶に異常に興味がない。興味がない。興味がないっていうか逃げてるよね、うん。逃げてますね、冷絶から。はい、なるほど。まあ、でもそっか、こいつ入れたら結構簡単っすよ。エンベズラーから結構トライするのいいかもしれないですね、難易度的には。なんかそんな複雑じゃないし。そうなんだ。うん、そんなイメージ。変な間違えたシステム少ない、ボスいっぱい殴るだけなんで仕様が。エンベズラー、いやもう逃げられないな、これは。いよいよ適性は揃ってますね、どこも。いや、やっぱ俺闇属性が好きっすね。光もパッと見た時点であんまり、あんまりだもんな、なんか光属性ってなんか羽に強いやつなんか似合いっすよね、ここっすね。俺乙骨以来記憶がないんだよな。乙骨はやっぱ、あ、激鱗か、激鱗は強いか。うん、激鱗は強いっすね。でも抜けてるの激鱗ぐらいじゃないですか。乙骨みたいにわー雑優勝みたいなのは乙骨ジャック以来なんかあんまいない気がする。だってフリーレンも庭園キャラでしょ。いけんじゃん、庭園キャラです、何とかしないですもん。なるほどな。雑キャラがね、うん、もうちょっと増えたら光を使うかもしれないですね、うん、やっぱパワーレベル的にも多分多属性と比べちゃうとちょっと落ちる気がするし、うん、今の環境だと。ああ、ナナミさんあんま使ってないな、思ってる。俺なんかたまに使ってるイメージなんですけど。そうっすね、うん、俺もあの採掘所の先月来たやつに扱いました、ね、あそこ結構強いっすね、アナスタシアと合わせて、はい、俺も使ってた気する。うん、あそこの採掘所はめちゃくちゃ。え、ヨルアルファめっちゃいる。4体いる、いますねあれこの人もエンベゼラース冷絶だ、そうだ。で、拠点60では一番強いですし、おそらく拠点55でも一番強いのか。いや、一番ではないな、あそこはおにゃんことかね、シルディンガーとかいるんで。いや、俺マジで腹立たれそうだな、こんなキャラいるのにやってねえのかよって俺が見てる人なら思う気もしてきた。冷絶。え、でもここまで見てる人はそんなこと思わないですよ。ああ、そうか、うん、ここまで見てればね。もう1時間4分ですよ、うん、いやでも ずっと苛立ちながら見てくれるいやいや、そんな人いないって。ありがたいな、ね、うん、そういう人いるならありがたい。ここまで見てくれるのはありがたいんだから、うん、ね、ディオがすごい種類あるなんだこれディオ、なんで俺こんなに極まってんだ。確かにね、毎日1回やると。ああ、そっか、なんかいっぱいゲットできたのかな、何体か。さすがにこれはそうっすよね。うん、多分それで、うん、多分毎日やってたんでしょうね。なるほど。えらい。ポルナレフもいる。そうなんだよ、俺ポルナレフもさ、いるしさ。エンベズラーだ。やるしかないんだよこれはどうやら適正にこうやって幅寄せされてる。あ、ジョータロー。ジョータロー、いいっすね。この人、なんか使うようになってきた気するんだよな。何で使ってんの。うーん、俺もティルウィングで使ったな、最後は。なんかたまに使うんだよな。なんかで俺も使った気がするけど、覚えてないな。ストライクはもう嫌いだよ。9回しか使ってないの。いや、9回使った方じゃないですか。まあ、確かに。身もしっかりしてる。なんでだ、身。身しっかりしてるじゃん。外してた気するけど。え、戻すけど。戻したのかな、俺。なんか、バグゼで使うとこありましたよ。闇の、なんだっけ、マジした。あ、そうそう、クラフト。クラフト強いっすね。なるほど、そっか、あんま覚えてないな。クラフトのために付けたかもしれない、カムイもあんま好きじゃない、もう、うん、カムイアルファに混ぜちゃってるしね。そうなんですよ好きじゃないってわざわざ言う必要ねえよわざわざ押してね、うん、あ、教会。教会、教会いいじゃないですか。教会もエンベズラっすよマジっすか、はい、うん、
エンベズラーキャラしか持ってないじゃん。エンベズラーキャラめちゃくちゃ揃ってます。めっちゃ揃ってる、うん、あ、衛星、衛星、うん、衛星わかんないです。ゼロ回衛星多分使ってる人少ないです、うん、リボク、リボクをちょっと使ってないか。リボクです、いいっす、うん、リボク A いいな、いいね、バーッと、うん、はい、悟り多いな。何多い？悟り、悟り多いっすね、めちゃくちゃいる、うん、え、俺よりいるもん絶対。いるね。そう、この人さ、おーっと思って最後の最後の未開で使いました。ああ、未開60いけますね。そう、60、うん、うん、ありがとう、やっと使えた。あんま使う機会なかったかな、この人も。うん、確かに、うん、結構ニッチっすよね、うん、性能が。あ、最近お世話になった、あ、シートル庭園で、庭園に、うん、庭園にはなんか俺簡単だったな、簡単目だった、うん、庭園の中では私はね、俺結構苦手なんですよ。あ、なんか雑にやったら死んじゃうし。そう、俺なんか逆に雑にできんなと思った。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ向いてるのかもしれない。なんかガキャーンみたいな雰囲気でね。そう、小川さん反射得意なんだ、多分反射、うん、なんでキリンチの何もなってないの。キリンチも一応適正、一応いけるのかな、うん、一応。あ、アソチョウベ、あ、ゼロ回だ、俺らが好きな。ゼロ回、本当に使ってないんだな、使ってない。なるほど。アンフェア、アンフェアいきますよ。アンフェア、アンフェアいきますよ。ほら、アンフェアトップ10入ってる。ソロモンでいけ。かわいそう、かわいそうだな。あ、この人はね、あ、この子はね、うん、あの試練、そう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 、 8?9か、試練級と、うん、近畿もいけるんじゃないか、うん、近畿の深淵も、うん、結構広いっすよ、ね、そっかそっか、こいつは。あ、未開60でも使えますよ。ほんとだ、使ってないかもな俺。あれ、使ってみたらエフェクト良かったっすね。 SS 威力出ますよ。へー、うん、試練級は俺毎月ムーと代わり番号で使う。うーん、でも大丈夫だね。隔月で使ってるムーとこの人気分、そう、気分でいる、気分で、うん、どっちもいいですもんね。うん、どっちでもいい。はいはいはい、あ、もうだいぶ古いな、古い。ああ、アムロさんお世話になってます。4、あ、マドカ、マドカだ、懐かしい、2年前だ、うん、持ってるな、コラボキャラ複数、うん、お、サボ、サボ一体だ、珍しい。ワンピースは確か俺コンプしてないっす、うん、うん、できなかった。キャラめっちゃ多かったっすもんね、6キャラだもん、うん、キャラすごいっすよね、うん、6キャラ出してるうちにやっぱラストがあるんだよな、うん、ね、うん、確かに。ソロモン、ローデンター、あー、嫌だ、アーニャ、こっちのアーニャ本気、あ、こっちのアーニャ、うん、やる気ないっすね、本気出してない。 HIO 未開54、うん、使ってないんだろうな俺。ムーンを微妙に見外してんだよな、ごめんね。もう簡単っすから、うん、キーは手抜いても大丈夫、うん、おこつだ、使用中になってる。おこつ、どこだ、あ、いった、おこつ使用中になってる。何回言ってんの、6900、やば、えぐいな。やべえよ、おこつだって俺のマジ3倍ぐらい使ってますよ。マジですか、俺も結構使ってる方だなと思ったんですけど。おこつ、なんもだおこつ俺。え、使いすぎでしょ。おこつは強かったもん、おこつ2400すもん。あ、何体ですか、乙骨。2体っす。あ、同じだ、同じ条件だ、同じ条件で。なるほど、だから乙骨2体で何回潜ってんだって話です。うん、まあ、シンプルに、まあ好きだったんだよな乙骨。うん、そう、まあ1万4000回ぐらいは、うん、潜ってんのかっこいいですね。うん、俺なんかの動画で
言われたかコメントかな、うん、であったんですけど、なんか俺呪術廻戦好きだと思われてるお金使いすぎてね出た人もいるみたいでやば、俺呪術廻戦は見たことないです、はい、本当にキャラ性能しか見てないっていうことが分かるエピソードでしたね確かにって、うん、普通にだって2体でやってるんだから、うん、本当1万円1万4千回クエストこいつ潜ってるんですよ。やば、とんでもない話ですよね。なんか呪術あと終わりそうらしいですよ、もうちょっとで5話でしょ、あと5話で終わるってなんかで見たわ俺も。大技読む機会来るんじゃないですか。うん、いや呪術廻戦は全然ありえます、うん、はい、好きそう、好きだと思う、うん、そう、なんかいろいろやりたいこともありますしさ、止まってますね。うん、忙しい、忙しいっつうかなんかね、あ、みょうごうさんまだ見てなさそうだけど、見てない俺、あれ今更だけどさ、万王っていう漫画来た、万王、俺今年一番面白かった、言ってましたね、うん、いやすげえ遅から俺見てみようと思ってる、万人が見れる、万人全員、万人が見れる、あれお子さんでも見れるし、え、お子さんいけるんですか、見れる、見れる、わかるんですか、もう爽やかな素敵な漫画、あ、予防、うん、誰も悪いやつ出てこない。ダイル大冒険じゃん。うん。エログロ一切ない。あ、綺麗。もうすごいなんかね感動した。バオン様さ。で俺買えばよかったって思ったんですけど、うん、レンタルしちゃって。漫画っすか。漫画。うん。ジャンププラスなんですけど。はいはいはい、はい。レンタルで見ちゃって、だから期間短い。宇宙3週ぐらい見た。あ、すっごい間違えたと思って、買えばよかったじゃんと思って、確かに、うん、何回でも読み直すそうですね、うん、3回もやってたら、あれいいわ、バンを読んでみよう、はい、バンをこれで読めるか、バンを最高、すごいハマってるもう読みたいけどマジ間違えた、買えばよかった、思い出したら毎回言いそうですね、うん、バンをね、バンを、バンを、バンを、ババさんに何回言っても聞き取ってもらえなかった、ババさんはそういうとこあるの、そう、興味ないと、うん、はい、まだバオのこと頭に浮かんじゃってるもんな、ずっと思ってた、そうなんですよ光も結構進んだな、そうっすね、デック、デック、ヒロアカもね、はい、孫渡しで、あー、そうなんですよね、うん、なんかデカめの漫画が終わっていきますね、ジャンプで、そうですよね、ジュースも終わるなら、まあ、ワンピースがずっとあるってでかいだろうな、すげえな、ワンピースはすごいよ、うん、番号はアニメ化してないらしいんですけど、うん、実写化してほしいな、俺も、え、もう最近の漫画なんですか、結構前からあったやつ、今年の3月だかなんだかに終わったらしい、あー、はい、そうなんだ、でも8巻しかない、あ、そもそも短いし読みやすいし、読みやすいですね、うん、確かにそういうのだったらアニメとかよりもなんか、そう、あれね、実写映画とかの方がいいかも、ネットフリックスで何話かで実写化してほしいわ、うんうんうん、あのほぼほぼすごいシーンとかいらない、なんかすごいエフェクトとかいらなそうなんですけど、うん、ちょくちょく金かけられそうな部分が出てくるんですよ、うん、それがなんかネットフリックスとかでドラマ化したら良さそう、これでも、うん、やっぱ小川さんがこれほど言うってことは、うん、結構裏で人気アグしてるんじゃないですか、いや、あるんだと思うよ、うん、うん、そしたらあの大好きだよ、みんな全員好きじゃん、ワンチャンあるんじゃないですか、うん、全員好きっつうか、うん、将棋の漫画、うん、将棋版の版ですよね、将棋、ん？番王の番って、あ、それ宮尾さんには言ってなかったかもしれないけど、それだけの意味じゃないかもしれないよ深い、番王ってカタカナなんですけど、カタカナ、うん、それだけじゃない、それだけじゃないかもなまあぜひ見てください、そう、将棋版の番ではあるんですけど、でもあるもう一個意味があるかもしれないよって、でこれ読んでみてからと、うん、
お楽しみ。でも最初に名前つけた時はもう一個の意味とか考えてなかったってインタビューで見たあ、そうなんだと思ってそうでもそういう意味もあるって思ってもいいらしい。意味ありげでも、うん、いや万王の話でそう、この光属性より万王の方が俺今興味あるから、うん、この辺この辺いますもんね、うん、あ、ミッキーね、ミッキーいつも触れちゃうミッキー、はい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 、だいぶ昔読む、はいはいはい、懐かしい。ハンターハンターとかもう来ねえのかな。うん、難しいよな、アニメやってくれないと。そうっすよね、連載してくれないと。うん、難しそうっすよね。あ、アイアンマン出た。うん、俺たち大好きな、うん、将来性キャラね。うん、言ったことないけどアイアンマンそう言われてたんやな。うん、アイアンマンじゃない、やっぱアイアンマンみんな好きなんだ。いや、ほんとこんぐらい のコラボだともう知らない人多いでしょうしね。あの、マベツムコラボとか知らない人多いだろうな。もう、だいぶ前っすからね、うん、さすがに。コニーまでいるもん。コニーは本当の初期。うん、モンスター。LINE とのコラボそうなの。モンスターすごいっすよね。でもそこのコニーからこぎつけて LINE マルチまで行ったようなモンスター。意外とコニー、なるほど、功績でかいかもしれないっすよ。そうか。うん、すげえ。おお、やっと闇です。行きました。はい。この人、好きです。もう完全未開59です。そう、未開セットこれ同撃撃襲戦型です。三冠撃その身行くのはもうね未開なのよ。低でも強いしね。低じゃない、試練銃。試練銃、あ、アルビー一体持ってる。アルビーアルファ放射いけますね。そうなんだ、やっぱ俺もう冷徹に異常に疎いんですよまだ発見できてないからあ、これか。あ、はい、うん、いやー、そうなんだよな、やんなきゃ。いや、まあやりたいときにやればいいですよ。でもフォーサー、あの10体ゲットできたら結構ユージョアップとか強いんで。なるほど、フォーサー自体が強いから。でもフォーサー自体結構強いです、ね、なるほどなるほど、便利かもしれません。そっか、シン多いな、4体おる。誰？シン。あ、シンね。うん、シン多い。シンなんかバチバチだな、俺理由が分かんない、パッと見て。ゴーデスのコルローじゃないですかね。いや違う、コルローじゃないか。好きなんかな、なんでだろう謎キャラ来た、分かんねえ好きなんじゃない。じゃあコルローさんやった記憶ないな。コルローでしょ、そんな熱心に。うん、何だったんだろう。熱心にだってチョボラ3体言ってますね。好きなんじゃないですか。好きかも、好きなんだな、うん、好きかもしれない多分気づかぬうちに、うん、五条子でしょうね。五条子一夜とかね、五条さん強い。うん、三つ国も持ってる。あ、やっぱ闇好きっすね俺。どうやら闇好きそう。だって分かんないのまでこんな感激盛りしてるぐらいだから。そうやっぱ闇好きなイメージね。うん、アトゥムもしっかり受信が返してるし、今日なのに。アトゥム、うん、ああ、アトゥム今日来たばっかりなのに。あ、アトゥム、本当だ、ご丁寧に。これでも新獣進化の時注意しなきゃダメなんですよね。新獣進化早く使うんでね、自動的にさ、自動的にっていうかこう反射で新獣進化しないように注意しないとダメですよね。新獣進化は使う時にすればいい、うん、気がしますよね。そうそうそう、素材きつすぎる、使用量が。いまだに闇いいっすね、うん、ああいいね。別にリボートは、うん、なんか、うん、何でしょうね、帽子かわいい帽子が強いですけどね、ウェザーリポート時代はね、うん、ロキロキロキ、あ、ロキ身しっかりしてるな。やっぱ新獣進化したから、うーん、帽子とんがってるし。
確かに帽子可愛いの多いっすね。帽子可愛い、こいつもクワガタクワガタクワガタドラケンなこいつもよくわかんないままだな。いや、これローテキスですね。そうなんだ。はい、コルロいけます。あ、そうなんだ。はい、いけるようになりました。コルロ最近はなんかちょっとアクアとかも出たんで、うん、ちょっと横並びのキャラが増えちゃってますね。アクア持ってないんですよね、私。あ、アクア持ってない、引けないで終わりましたよ。うん、あ、そうしたらやっぱいよいよコルロな気がしますね、シーンは。うん、あそこで解放してるの。あ、結構好きな。あ、大きいいいな。うん、強いしな、こいつ。うん、あ、リタいるね。ルシファー、え、コネショーさんもやってる。うん、がっつりだ。うん、使ってるね。結構使ってます、うん、でもこれでもやっぱ乙骨の方が勝ってんだもんな。やっぱ異常だよね。いや、乙骨6900なんぼは異常っすね。いや、でもやっぱルシファー結構使ってる。あ、使ってるんだ。携帯分けてるんだ。全部携帯違うんだ。え、これ全部合わせたら乙骨超えてんじゃないですか。確かに超えちゃってるな、これ。あ、超えちゃってる。あ、超えちゃってっていいんだけどなんかダメみたいな言い方あるけど、さすがルシファー。え、最初のルシファー何本でしたっけ。余裕で超えてそう。超えちゃってるわ、これ多分。なんか超えてますね。同じぐらいか超えてるかみたいな感じです。超えてそう。いいじゃないですかやっぱ乙骨一番であってほしい。でも乙骨でも負けてないぐらいだからね。ルシファーと同レベルって考えるとやばいっすよ。うん、乙骨ってすごかったな、うん、まあ、雑に楽でしたからね。難しいところも乙骨だったからな。あ、チェシャ猫。チェシャ猫だ今回。やたら厳選してる。結局本気のこんな4体も使ってないけど頑張ってるところはね、もう分かりやすいんだよ。うん、乙骨さんはっきりしてる。あ、兵将、なるほど、やりきってる。うん、なんか無駄に厳選したな。でも好きなんじゃないですか、チェシャ猫。チェシャ猫好きなのかもしれない。それもない。普通そうでもなかった。普通。ああ、普通か。普通ですね。テセウスとかって小川さん好きなのか。うん、あんま好きなイメージないですけどね。あんま好きじゃないより、やっぱランダム要素が。でもそれでも使ってるね。うん、乙骨の方が好きなイメージ。乙骨の方が好きっすね。なんかこのホムラやる気ないな。ミミツ行ってバラ、チョウバラ行って不可思議じゃないですか。いや、俺不可思議なんてって感じだもん。新鋭回ってないですもんね。うん、あ、じゃあなんか普通に何だったんですかね、コラボ来たきっかけで。うん、小川さん貸してくださいみたいな感じでかな、かもしれないですよ。うん、はいはい。お、また出てきた、帽子かわいい。うん、フェザーリポフェザーリポートいいキャラなんだけどな。うん、小川さんがジョジョを見始めたら分かるかもしれない。うん、楽しみ。うん、ホームズ好きそう、小川さん。ホームちゃん、なんかでも見外してるぞ、俺。まあ、最近ちょっと出ますかね。あれ、でもホームズちゃん、これさすがにな気もするな。でも、うん、そうか。ね、意外と言ってないわ。ね、好きそうだけど、性能は使ってるイメージもあるけど、なんか身が変だと。チビ足ついたの外したんじゃないですか。うん、無惨の時使った。ああ、なるほど。うん、そっか。うん、73個使ってるから。うん、そう。うん、はいはいはい。今何分いってんの。じゃあ1時間。やば。いや、丁寧にありがとうございます。いいやばいね。まあいいんじゃないですか。まあいいか。うん、たまりですしね。うん、我々世界もやっぱ少ないんでね。うん、長時間すいませんアルセール、おアルセール好きなイメージはもうあるな。好きでしたね。やっぱパワードライブが好きだったから。いいっすよね、パワードライブ。うん、俺も好き使ってるね。ファントム1200、
少し。ああ、でもファントムやっぱ好きなんだな、うん、俺もそうだったけど、わかるな。逆にいいんですよね、周辺だけ確実にやってくれるやつ、うん、いないんで、うん、懐かしい。アルセーヌ受信が書いて楽しみだな。周年でしますかね。ワンチャンあるかもしれない。ありますよね。パンドラ外してまであるもんな、多分。うん。それが、うん、まあ少なくとも来年もありそうですね、うん。雰囲気的に。楽しみ。お、ピジノ。ピジノが、うん。持ってんな、キャラ。なんでピジノスマの人。ん？どうしたんですか、ピジノ。確かに。思い入れあります。なんでこんな5体もね。何これ。確かに。なんでこんな5体もいるの。あれ。あ、ん、はい、ロックしてないこいつ。ロックしてない。なんかで出たんですか、ね。どういうこと。あ、なんかで出たんですね。さすがに。なんかで出た。なんかで出たんだこれ。雰囲気的には。え、超バラになってるね。でも。え、重心回じゃないですか。あ、重心回。あ、違うか。何これ。ちょっと理解できない。重心回じゃない。え、解放しますよ。ね。なんかコラボとかのあれかな、あれでもそうだな。覚えてね、しかもロックが多いやつがある、うん、謎にタイガースくらいがご了承した気もするし、そのまま強いっすよね。間違えてないよな、 OK、 はい、はい、はい、くっつけた。はい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 。あ、もうだいぶ古いっすね。これはもう終わりますね。懐かしいな。イデアとかも来ちゃってるな。カエサルめっちゃ持ってるな。カエサルいた？カエサルめっちゃ持ってました。ほら、横一列で並んでる。あ、ほんとだ。ババさんが一番好きなんでしたっけ。ババさんが一番好きなの？カエサルです。カエサルか。カエサルとオニキスが好きです。カエサルとオニキス。はい。一番好きな。飛行キャラが一番好きです。飛行キャラが好き。うん、飛行好きなんだけど。まあどうぞ。不思議だな。不思議です。ちょっと感性が違うって。うん、あれ飛行のうち全員マインになってほしい。うん、僕もです。ああ。なんか。鼻ピロピロしてる気がする。すいませんね。正直言ってんだよね。しょうがない。なんかそよいでる感覚があった、うん、俺こんな人のボックス真面目人見たいや、付き合っていただいてすいませんね。いや、ありがとうございます逆に、うん、こんなに丁寧に見れることもないんで。これなどうすかな。本当は水曜日公開しようと思ったけど長すぎるな。ダメなんすか長いの。なんか水曜じゃない気がするけど。でも水曜なんともない時にあげてもいいんじゃないですか。まあそうか、うん、そうだね、うん、いやたまにはね。うん、確かにパンドラの携帯違いもある。まあそれ持ってねえんだよ。あ、この人お正月。うん、おう、パンドラ、うん、こいつなんだっけ。ノクティスだ。あ、ノクト、FF コラボ、ノクトって呼ばれてる人だ。うん、そうだね。あ、クロロとかもね。ハンターハンター、ハンターハンターな。はいはいはい。カズヤと潜水もなぁ、いたんですよ。幽遊白書ってマジで面白いよな。幽遊白書は本当に面白いですね。大好きだな。好きっすね。いやこれ潜水編になってからが一番面白いんだ俺。これはが好きっすか。うん、あーでもどうだろう、俺潜水編もまあ結構好きっすね。うん、結局なんか暗黒美術界のところは好きっすね。トグロ、トグロのところ、トグロが B 級妖怪できた時、ってなったの覚えてる。え、でも それもさ、トグロ B 級も潜水編。あ、潜水の時そうだよね。びっくりしたもん。そんなってね。トグロ B 頑張ってたのに。そうそう。潜水 S。潜水 S なんだもん。S クラス。妖怪にしたら。妖怪にしたらそれクラス。う
確かに潜水編も面白かったな。カズヤも出てくるし、カズヤもいるしね、ミノルもいるし女性の性格の人の名前忘れた。女性の性格の人、あの何個だか人格あって、そのうち一人は女性もいるっつって、あで名前だけ言ってたけど、出てくる来た時はなかったけど、名前なんか何個かあってて、いつきが名前言ってた気がする。言ってた言ってた言ってた、うん、説明してた、うん、でその名前忘れた、ね、なんだっけな、ルナ、ルナだっけかな、なんかいたわ、誰だろう、調べて調べてください。 気になるな。俺その間にボックススクロールしてるね。潜水人格、うん、ルナじゃなかったっけ、あ人格女で出てくる、うん、名前思い出したい人いるんですよ、檻に触れて。女の子の人格、まず忍じゃないですか、うん、でミノル、ミノル理屈やプライドが高くおしゃべり、うん、カズヤ腕に銃を仕込んだ、うん、殺し専門、うん、殺人マニア、なる、なるか、なる、惜しい、なる、ルナって言ってた惜しい、確かに逆だ、うん、なる、なるほど、え、よく覚えてるの、覚えてた、うん、なる、字は合ってた、字合ってます、逆だった、逆だった、いつきは忍の次になるが好き、これも言ってたな、うん、うん、言ってたな、そう、いつきがね、いつきが言ってたね、確か忍の次はなるが好きだなって、あ、終わった、あ、終わった、よし、なるの話してもらったじゃあ最後のあのラック順いますか。これ何違うんですか。それ、ね、あの限定だけになります、ね、これは限定、卵限定、うん、ちょっと最後ラック順で、はい、ああ6にしようとですね、はい、お来た、うん、え、剣士になってるんじゃないですか。なってないと思う、なってないんだ、俺は比較的こまめにつけるから、3体ほら、あ、ほんとだ、1体になってね、じゃあこれが今のところっていう感じかな、うん、2人に比べるとさすがにだいぶ少ない。いや、そりゃそうっすよね、うん、ガチャゲーム曲やっぱり、うん、ガチャ動画とかも多くやってるんで、あ、待ってる、こいつは極まってるけど微妙だね、もったいないかな、もったいないっすね、一応念のため、うん、取っておいた方がいいかも、うん、うん、だってこいつアルファだし、こいつハーレーだし、こいつ X か、X だ、まあ、でも運極にして混ぜちゃえば、まあ別にいつでもまあ、まあそうか、できはするけど、あ、まあまあ余ったの出てくるんで、うん、まあ、でもいいんじゃないですかね、余ってからで、うん、俺今ハーレーアルファ運極にして使ってますね。おお、あいつ、いい、特殊なキャラっすよね、ハーレーアルファは。でもあいつめっちゃいいっすね。うん、宮本さん好きそう、好きっすね、ああいう性能。あれ、エナボなんだっけ、ラウンドフラッシュっす、ラウンドフラッシュか、東京ラウンドフラッシュ、この人ね、ああそうか、超絶か、失礼、なるほど、へえ、強いっすね、そうか、無属性最強なんじゃないかな、今俺なんか微妙に身が残ってんの、ホントなんだったの、うん、前あれっすよ、 HP 多いほど、なるほど、見える系だったんで、なるほどなるほど、仮面入れてたんじゃないですか、だって俺ショーまで行ってるもん、うん、英雄のショー、昔はだから仮面激済みしたもんね、全然覚えてない、はい、パンドラ70だ、パンドラ指針パンドラ、ああ、なるほど、こうか、うん、うん、パンドラな、桜井さんは期待してるんだろうな、ずっと期待しててほしいっすね、うん、こすってほしい、ずっと、多分極まってるのいないな、あとハーレーぐらいだな、うん、ちゃんと混ぜてそう、うん、混ぜがち、うん、はい、なるほどね、ありがとうございます、ハイパー長時間ありがとうございました、ありがとうございました、ご覧の皆様、宮坊さん、いやいや全然ありがとうございました、こんなにゆっくり眺めることないんでね、馬場さんだったら、うん、肋骨に嫌そうな顔してましたよ、マツさん多分もう寝てますね
の人を静止画みたいな。たまにコメント言われて。いや嘘ですよ。いやじゃ、うん、動いてますよちゃんと、うん、冗談ですよ。嫌そうにしないと思います。一番乗り気で、うん、ね、いつも以上に声張って、そうですよね、参加してくれたと思います、うん、はい、持ってるかな本当に。はい、あ、最後使用回数とか大丈夫ですか、せっかくなんで。使用回、使用回、そう、このランキングぐらいはいいじゃないですか、はい、せっかくだし見ましょう。せっかくだしね、使用回数どこだっけ、こっちか、あ、そう、こっちか、あ、やっぱお骨だ、うん、お骨っすね、うん、まあルシファー全部合わせたらあれだけど、全部このように見ますと、うん、お骨です、お骨だ、うん、強っ、お骨くん、お骨ローレラインアリスプレミアム、あー、うん、ルシファー上がってきてるな、そやっぱオークがね、オーク目立つな、すごくオークいいっすね、クシナダ強えな、やっぱ初期のね、初期の人はもう、ね、でも使ってる方っすね、3800は、あ、知ってるな、超速攻め見ちゃうか、マナだ、すべてマナ、昔はマナっすよね、これ重心化ですね、うん、この時良かったっすよね、うん、どこでも使ってくイメージ、でも全く記憶がねえんだよな、俺何かの動画でも言った気するんですけど、うん、全く記憶ない、記憶ない、うん、マナこんな使った、多分本当に何も考えないで使ってるんでしょう、ね、そうでしょうね。本当そうだな。あるある。カマエルもぶっちゃけ記憶にない。カマエルも雑だから、ね、うん。雑友情系は記憶残らないかも。やっぱ進行形のオークとエクスカリバーっすね、うん。記憶にあるのは。エクスカリバー確かに伸びてるね。うん、オーク。オークすごい。うん、オーク、オークサムネにしようかな、うん、だから俺の周りの人の中だと一番使ってるかも、オーク、うん、うん、すごいよ、日本一ではねえだろうな、日本何位、100位以内には入ってるだろうな、いやどうだろうね、うん、もうやばい人やばいんで、やばいっすよね。でもあえてオーク選ぶ人確かに少ないかもしれないですね、うん、なんかロダンズ・ウォールとかもいるし、このラインオークがいいな、俺は、うん、もしかしたら100番に入ってるかもです、100番には入っててほしい、入ってるかもしれない、ネビア多いな、スライム上がってきてる、うん、難しい、進化ダルタニア、水はやっぱネオかな、うん、なるかないだ、あと、あ、この人は神殿か、うん、神殿ですね、うん、難しい、うん、ひとき、ぶっちゃけネオとこの神殿をなすスタシアしか覚えてない、うん、あ、千早、千早、いいですね、使ってた、うん、今使ってる、俺は今でも使ってるわ、アナスタシアとか上がってきそうだけどな、あ、貫通の方ね、でも俺いつも一体積みぐらいしかしないんですよ、なんか艦隊とかで使わなくてあんまり、そうなんすね、そう、意外となんかあんま増えないかも、若干お骨見ありますよ、でも、なるほど、最近褒美球少ないですし、うん、まあ、レザバリあるとちょっとあれですけど、ね、お骨はレザバリとか関係ないのがいいですよ、ね、うん、わかるわ、ハイクロススティンガーですもんね、お骨、確かそうだっけ、長距離パワードライブにもなりましたし、うん、何気に前情報修正されてるから、うん、意外と今でも強い、ヘッキーガム、プシアンダーミカサ、ミカサクロススティンガー好きなんだな、これ見るとミカサ好きでしたから俺、うん、昔、うん、そうだ、クロススティンガーが好きなんだ、うん、これは、うん、でお骨、お骨、お骨、すごいな、お骨、うん、お骨強いんだよな、強かった、スターライトミラージュ出身、うん、スターライトミラージュっつうのがやばいんですよね、やばいっす、癖ありました、うん、今じゃ絶対やらない思考ですね、もうやんないっすかね、やんないじゃないですか、さすがに不評だった気が否めない、うん、でもワンピースコラボ第2弾でルフィレッドスターズ新ルフィ、水属性の人誰だっけ、水属性水誰とか、あれ水って誰だっけ、覚えてないな、水は誰いたんだっけ、パックでナミロビンがいて、あとはヤマトみたいな感じだっけ、あ、ヤマトか、ヤマト、氷もヤマト、あ、ガチャケンはヤマトだ、
全キャラ属性限定出したりとか、ね、キッドとサボとかロードとか闇ルシファー属者、うん、お母さんもエルピサゴーゴーパンドラ使ってますね。うん、1000回使ってるもん、うん、楽しかったんだろうな、引っ張るのは多分楽しかったんでしょうね。使ってる最大ヒットミカサだ、ミカサだ、ミカサでやってさらに採掘場やってる、最大の採掘場、そう、あそこめちゃくちゃダメージ出るんですよ、ね、あやば、更新した人多そう、うん、はいはいはい、おお、あなんか意外と自分でも見ないですねこの辺、うん、確かに、霊絶3回プレイしてる、どこ霊絶プレイスって書いてある、3回って、あ、本当だ、3って書いてある本当にこれ見ないようにしてるまではあるよねある、普通さ1回でもだってこれ全属性入ってもないってことだよ俺、そうですね、うん、3回なんで、これ見ないようにしてるんだ一旦、うん、やば、そこ入ってるの面白いな、うん、何言ったんだろう多分放送っぽいけどな、あ、未だに思い出す、超初期初めてボックス見せた時とかに、うん、これ思い出すたびに言っちゃうけど、うん、このマルチのゲストプレイの数がホストプレイより多いっつって、あー昔なんか言われましたね、そう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 、ゲストばっかりだみたいなで言われたわ、この野郎って言われてましたね、うん、でもそれ言われたらね俺もゲストの方が多いっすよ、うん、絶妙に、それそういうこと言ってた人まだ見てくれてんのかな、いやどうなんすかね、見てなさそう、そういう人見てなさそうな気がするどうだろう、うん、見てくれてたら嬉しいな、確かに、うん、でも普通にね4人でやるゲームなんでゲストの方が多くなるんだよな、うん、普通張り合ってたら、いや、 やっぱこれ徐々にでもホストが増えてる、うん、俺も結構ゲストの方がちょっと多いぐらいですね、うん、同じ感じだと思います、なるほど、うん、足のと、うん、なるほど、この辺とかなかなか見ないですね、うん、ああ見解がね嬉しいわ、60、うん、最高到達制覇回数51、うん、ああ絶級、そう俺絶級トーナメントさなんか一回間違えちゃったんだよね、ああれですかミラクルミンスカズも一回向けるかっつって、うん、いやこれあれあるっすよね、うん、なんか何も考えずやったって、うん、何も考えてなくてなんか一回間違えた、でも別にどうでもいいですよねこれ勲章のためですもんね、うん、うん、天魔の故障、はい、空中庭園が、空中庭園がまあ成果し、うん、試合は成果し、辛い、空中庭園は辛い、まあいいですよもっと壊れてからね、どうでもいいし、はい、あ16時になってモンスターボックスも拡張できます、16時やばよしびっくりしました、いやだいぶお付き合いしていただいた宮本さんに、いやもう映画見れますよ、いやあ、ね、終わってましたね、うん、アニメだったら何話見れるんでしょうか、うん、はい、一応考えるのやめましょう、うん、やめましょうここまでご覧になってくださった皆様ありがとうございました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、貴重な、はい、貴重な時間いただいてすいません、我々、メンバーシップもやってまして、楽しいことをしていますので、はい、ぜひ加入してください、よろしくお願いします、お願いします、それではまたさよなら、ぬるりとねさよならさよなら